運動能力の向上に睡眠はどのぐらい重要ですか？だって。うん、どのぐらい？どうだろうね。ただ打眠を取るみたいな睡眠ならば重要かどうかの、なんか重要度は睡眠の質によるんじゃないかなと思いますけどね。あと睡眠だけではなく、睡眠以外の休養っていうのが非常に重要なので、睡眠にまあ入ってる時っていうのは本当にどんな体勢体がしちゃうか、睡眠してる時に環境の変化とかで汗だくになって逆に体力使っちゃったりとか、そういったこともあるから、そういったことも含めると睡眠は非常に重要だと思います。5割じゃない、だから起きてる時5割、寝てる時5割って思ったらいいんじゃない。だからなかなか伸びねえなって思った時は、その残り5割に理由があるかもなとか、睡眠を含む休養回復の時間に理由があるだろうなっていうふうに思ってもいいんじゃないかなって思います。